モチツツジカスミカメオータータラスゴトヒヤスナガ1993はカメムシ目、カスミカメムシ科に属する昆虫の一つ。キャシャなカスミカメムシでモチツツジの人気のところにだけ生息する。体長は4.5ミリメートルほどキャシャで足の長いカメムシである。全身が薄緑色で目立った反紋はない。体はやや細長い楕円形、両側面はほぼ平行。 背面は全脂で覆われ、その後端の薄膜部がやや薄黒くなっている。背面は褐色の毛がまばらに生える。触角は薄い褐色。触角も足も細長く、特に触角と後足は体長より大きいくらい。興奮は長くて腹部に達する。必ず持ちつつじにいる。持ちつつじの若目や若葉、それに花柄には一面に年毛が密生しているが、 この昆虫はその部分におり、素早く移動するのが見られる。餅つつじは、若葉や花の年家には、多くの昆虫が粘着して捕らえられる。これはつツ,ツジにとっては、昆虫の捕食に対する防御の役割を担っていると考えられるが、それがこのカメムシにとってもよく保護された逃げ場になっていると見られる。ただしなぜネバゲに捕まらないかは不明である。植生は、 基本的には草食性で、餅つつじを食草としているが、同時に昆虫も食うことが確認されている。蒸気のようにつつじの年家にはよく昆虫が捕まっているが、それらの昆虫に近づいて、興奮を刺すことが観察されている。幼虫幼虫は、成虫とよく似ており、体が小さくて寸が詰まった形。成虫とほぼ同じ生活をしている。成虫は初夏に出現するが、 発生は年2回の可能性がある。この種は餅つつじに強く依存しているから、その生息環境や分布は完全にそれに結びついている。餅つつじは、紀伊半島を中心とする本州中西部と四国にかけてのみ分布する日本固有種であるから、この昆虫の分布もこれに限られる。その範囲では低山に普通な植物であり、この虫も珍しいものではない。また、 餅つつじは栽培されることもあるが、そのためこの地域以外でも、栽培株上でこのカメムシが見られることがある。この昆虫はこの類の研究家である、安永智秀が、紀伊半島の調査の際に、餅つつじから、多数の未知のカカスミメムシの幼虫を発見した、ことによって発見された。彼はそれらを持ち帰って飼育し、成虫を得た。同時に、 和歌山県の在野の昆虫研究家であった後藤新からも材料の提供を受け、それらに基づいて、これを新種として1993年に記載した。学名は最終協力者に、懸命されている。このカスミカメムシが属する青長カスミカメムシ属、オータータラスは極めて大きな属であり、多くのア属に分けることが行われている。安永はこの虫について、 そのオスの交尾器が他に例のない特徴を持っているとして、キルータータラスという新ア族を立てている。現時点では、この種の実が含まれる単系のア族である。彼はまた一回り小柄であること、興奮が長いこともその特徴に挙げている。安営は、この昆虫が、ちつつじという特殊な環境に依存して分化し、そこに隔離されて特化したものと見ている。 餅ちつ,つじは栽培されることもあるから、それを食草とする。この虫は害虫に当たることになるが、実際には被害らしいものは見ることがない。ありがとうございます。